皆さんこんにちは、 AKB48 の高橋みなみと大島優子です。本日の国立競技場での AKB48 グループコンサートは好転のためやむを得なく中止とさせていただきました。メンバー一同そしてスタッフ一同、今日のために一生懸命頑張ってきていました。そして優子を送り出す大切な一日でもあったのですが、正直中止と聞いた時とても悔しかったですし、涙を流すメンバーもたくさんいました。はい、今日に向けて準備をしていただいたスタッフさん、メンバーのみんな、そして何より心待ちにしてくださっていたファンの皆さんのことを思うと本当に残念です。ですが、見に来てくださったお客様の安全を第一に考えてこのような決断になりました。ただこんな形で優子を送り出すわけにはいきません。必ず今回のコンサートは、日を変えて実現させたいと思います。はい、詳細に関しましては決定後また改めてお知らせします。お手元にあるチケットは大切に持っていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。